お腹が気になる方は今回のヒップリスト腹筋バージョン一緒にしましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、椅子を使ったヒップリフト腹筋バージョンというのを紹介します。はい。今回たったの5回のエクササイズになります。まず最大のメリットとしては、腹筋を効かすコツがつかめます。また骨盤の角度というのが分かってきます。まず骨盤の角度がなぜ大切かっていうのは、骨盤が前傾している状態ではお腹が伸びてますから、腹筋に効きにくいです。もちろん上級者の方はですね、しっかりお腹を伸ばしてお腹を締める、収縮が大きい方がいいっていうメリットもありますけども、中級者初級者の方はですね、お腹を締めた状態でさらに締めるっていう方が簡単で効きやすいです。まずメリットとしては、腹筋にしっかり効かせます。腹横筋を使うことができます。お尻、ハムストリングが鍛えられます。で、骨盤を後傾させやすいです。骨盤を後傾させることによって腹筋に効きやすいということになります。まずデメリットとしては、椅子が必要です。お尻を締める、ハムストリングが弱い、そういった方は行えない場合もあります。ではやり方を説明します。まず通常のヒップリフトっていうとですね、床で寝てお尻を上げるっていうことをするんですけども、今回は足を乗せて寝てお尻をまず上げます。お尻を上げてもですね、お尻を締めてない場合が結構あります。ですので、お尻を触ってしっかりお尻の穴をキュッと締めてください。キュッと締めます。この状態からお腹を引っ込めるとですね、自然と骨盤がこういう風に、お腹を引っ込めることによって骨盤がこう後傾させられます。その感覚をしっかり身につけて、持ち上げるんだけどお尻も締める。お尻を締めただけだと骨盤がまだ前傾なので、お腹を引っ込めることによって骨盤が立てられます。この状態で手を前に伸ばして、お腹を引っ込めたら骨盤後傾してますから、息をと吐きます。上げる、締める、引っ込める、起きるっていうのを5回やっていきましょう。息はですね、できるだけふーっとしっかり吐いてください。そうすることで腹横筋が鍛えられます。では一緒に5回いきましょう。上げる、締める、前かがみ、いきます。はい、お疲れ様でした。たったの5回でしたけども、腹筋にガツンと効かすっていうよりも、今回は骨盤を後傾させられるっていう、骨盤の角度を感覚を身につけるエクササイズです。もちろんハムストリングとお尻も例えば鍛えられるんですけども、今回は腹筋のコツということで、骨盤の角度をしっかり起こす、お尻を締めるっていうことが身についたと思います。どのエクササイズもしっかり今の感覚、お尻を締めてお腹を引っ込めて骨盤を後傾させて腹筋運動をすることによって、しっかり腹筋がね効いてくれますんで、そういったことによって今回はヒップリフトではなく腹筋バージョンということになります。もうおさらいなんですけども、腹筋と腹横筋にしっかり効かせます。お尻、ハムストリングが鍛えられます。骨盤を後傾させる感覚っていうのが身につきます。もちろん床でやる場合はですね、浮いてしまう腰が床にピタッとつけれるっていう人は骨盤をうまくね立てられてるんですけども、腰が浮いたまんまで腹筋してしまうとか、寝たままのエクササイズするときに腰がいつも浮いてるっていう方は、骨盤が前傾してお尻が出た状態になってるから、お腹が持ち上がって腰に隙間ができている、骨盤が前傾しているっていう形になりますんで、しっかりまずはね体を持ち上げて骨盤を後傾させる感覚を身につけてください。デメリットとしては、椅子がないと難しい、お尻、ハムストリングが弱いと椅子に足を乗っけて体が持ち上がらないってこともありますんで、まあ、頑張って引き続きやってもらえたらと思います。ということで、頑張った方はグッドボタン、コメントよろしくお願いします。 SNS されてる方はよかったらシェアもご協力よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。